ストで視聴者投票バトル。イエーイ。ゲストのお二人が得意なことを視聴者の皆さんにアピールしてもらいます。じゃあマーサちゃんからいきますか。はい。もうこういうのはもうこなれてますよね。わ、一番難しいやつ。上手だ。聞いた。もう聞いた。あ、これ一番難しい。あなたの周りをモンキーターン。絶対マーサが2回目にした方が良かったけん。いや、レイナちゃんのでもレイナちゃんの方が締まるから。もしよ、絶対に可愛くやってくれる、うん、これどうやって入れ込もうかな、レーサー。あ、レーサーね。レーサー人をあんたが大好きよ。待って難しい。何いや、じゃあ折れてる。いつものこの博多弁はいいのよ、すごく。はいはい、投票へと参りましょうか。投票結果出たようです。確認していきましょう。こちら、あ、おなんと超可愛いが 81.9%。 CM の後予想対決スタートです。はい、では田中さん、可愛い CM 振りお願いします。はい、土曜の昼間はボートレースで楽しんでね。わー、その指いいね。その指したいね。さあ、ということで見事的中です。これは。さあ、続いてのコーナー行きましょう。こちらです。全速チャレンジ30秒バトル。イエーイ。じゃあ行きましょう。今回のアトラクションはこちらです。黒ひげ危機一発おたまで勝ち。黒ひげ危機一発に剣を刺して飛び出た黒ひげをおたまでキャッチしてもらいます。で、制限時間は30秒間。飛び出た時点で残っている秒数かける100ポイントが点数です。はい、お玉で黒ひげをキャッチできた場合、ボーナスポイントで1000ポイントもらえるので、はいはい、まあ、しっかり取ることと早く出すこと。そうだね。ちょっとね、そこ2つ考えながらなので難しいかな。はい、これでキャッチって結構むずいよ。うん、そう。さあ、それでは行きましょう。黒ひげ危機。はい、一発目で。玉でキャッチ。用意スタート。一発目で来るかもしれない。ちょっと待って、あのさ、丁寧にさせて。もう始まってるよ。始まってるよ。え、どっかでやってたこれ。うまい。わーとかなしに撮ったよね、無言で。普段プライベートだと黒ひげわーって言ってるんですよ、いつも。うわーとか言いながら、うわーってしっかりずれるけど、今集中しましたね、ちょっと。いや、本気出しちゃった。いや、面白かった。しかもこの黒ひげちゃんがこう頭部から落ちてくるの予想したかのようにスッて優しくキャッチね。いやレイナさんが見事キャッチしたことによってコメント欄がすごい、あのコメントで溢れて1000コメント突破しました。超えました。ありがとうございます、はい、皆さん。それでは今度はお二人でキュートな CM 振りお願いします。お願いします。いきます。それでは CM、うん、どうぞ。キュンキュン、うん、息ぴったり。はい、というわけでございまして、皆さんコメント1000件いきました。ありがとうございます。というわけでゲストのお二人から生歌を披露していただきたいと思います。モーニング娘。のセクシーボーイ、うん、おー、ありがとうございます。せーの。いっぱい吹きたい、いっぱい吹きたい、そうよ風に寄り添って、ちまたで噂のセクシーボーイ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこちらのコーナー行きましょう。はい、レバーじゃなくてペンを握れ、視聴者参加型クイズ。イエーイ。さあ、このコーナーなんですが、うん、お題のイラストを10秒間で描いてもらい、そのイラストが何なのか視聴者の皆さんが投票します。今回のお題はこちらです。うん、難しいやん。むずいよね、はいはいはい、ちょっと俺もよく分かる。いや、これ絶対分かんない。さあ、どちらが描きますか。はい、マーサです。はい、さあ、時間は10秒でございます。いきましょう。10秒でこちらの絵を描き切ってください。いきましょう。イラストタイムスタート。俺もこれあんまよく分からへんわ。これ分かんない、ね、なんか想像はできるけど描けって言ったら難しいですね。うん、3、4、2、1。はい、終了。やめろその笑い方。
でも、まあ、見たらこうなりますよ、笑い方。マジ？じゃあ行きましょう。我々答え知ってますからね。はい、どうぞ。なんすかこれ。でも、ちょっと分かるでしょ、伝えて。いやいやいや、ちょっとなんすかこれは。これなんすかこれ。いやいや、サンタ君来たら絶対分かりますよ。怖いよ。ストロベリーか、ラズベリーか、ブルーベリー。三択のね。あれ、ルナちゃんは かける今これ分かってるんで。いや、書いてほしいです。ちょっと、10秒ぐらいでね。はい。じゃあ、用意スタート。その間にね。でも、三択のな、あれがあれですよね。優しいですよね。うん、できた。あれが、あ、できた。早っ。お一緒一緒マーザちゃんと一緒ちょっと敷き詰まったバージョン、ね、形綺麗ですね。確かに、まあ、形は、ね、さあ皆さん、視聴者結果の投票、はい、見ていきましょうか、はい、こちらです、どうぞ。はい、まあまあ、正解が M さん、はい、こちらです、ラズベリーでした。イエーイ、はい、画面下に表示されてますね。まあ、正解見たら確かに似てる。一応やったら下手かけるんじゃないですか。そういうことやな、緑ね、上に。上に書いてなんか。てん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 。はい、というわけでございまして、皆さんコメントありがとうございます。1500超えました。イエーイ。あ、すごい。私が今好きなドラゴンボールの歌を歌います。せーの。だんだん心惹かれてく、自分でも不思議なんだけど、何かあるとすぐに君に電話したくなる。全然気のないふりしても結局君のことだけ見てた。海の彼方へ飛び出そうよ、 Oh my heart。 イエーイ、大好きです、ドラゴンボールも愛してます、マジ泣ける。で、私去年の6月ぐらいにハマったんですよ、うん、そっからあのアニメとかもちゃんと見て、うん、家でいっぱい泣いて、うん、ツイッターにドラゴンボール日記っていうのを始めて、いっぱい書き留めてます。そんなやってんの。はい、それぐらい好き。いかがだったでしょうか。じゃあ、マッサンから聞きましょうかね。いや、レース的にはあの、うん、4レース中1レース最初言ったけどね。 でもレイナちゃんが当ててるんですけど、うん、私は当ててないんで、結果ちょっと悔しいですね。最近全然成績良くなくて。マジ自分の、うん、ちょっと次また勝ち上がったら頑張ってください。はい、お願いします、はい、レイナちゃん、はい、どうですか。なんかもう土曜日もレギュラーのようにこんなにたくさん出させていただいて、ぜひぜひ、ね、めっちゃ嬉しいです。またよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、どんどん頑張っていきましょう、はい、また来日です。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございます。不思議なんだけど、何かあるとすぐに君に電話したくなる。全然気のないふりしても結局君のことだけ見てた。海の彼方へ